大和コーヒー。今回は奈良の春日山原始林にやってきました。春日大社の奥にある1000年以上の歴史を持つ森。1924年に国の特別天然記念物に指定され、98年にはユネスコの世界文化遺産に登録されました。遊歩道には大きな木が点在しています。この森には幹回り3メートル以上のものが1500本近くあり、樹齢1000年を超えるものもあるそうです。生息する動物や昆虫の数も1000種類以上。豊かな森です。ところどころに立ち入り禁止の看板があり、森が荒れないよう保護がなされています。遊歩道には休憩所が5箇所あり、トイレも4箇所あります。春日山原始林の歩行距離は 9.4 キロ。高低差もそれほどなく、森林浴ウォーキングに最適なコースです。春日奥山最大の山桜、枝の先には花が咲き始めていました。若草山に到着しました。山頂は広場になっていて、奈良市街が一望できます。見晴らしのいいこの場所で山コーヒーを楽しみます。外のコンパクトテーブル、使い勝手が良くて気に入っています。若草山では火を使えないので山栓ボトルを使います。こちらが今回の山コーヒーアイテム、プッシュプレッソ。お手軽にエスプレッソ風のコーヒーが味わえます。プッシュプレッソには60ミリのカフェポッドを使います。袋から取り出すといい香りがあたりに漂ってきます。本体のレバーを押して土台を開きます。メッシュ側が上になるようにポッドを乗せて、カチッと音がするまでしっかり蓋を閉めます。あとはお湯を注いで、すぐに蓋を閉めて、穴を指で塞いでプッシュします。これで出来上がりです。うん、思っていた以上に味わいは濃厚でした。プレス式コーヒーとエスプレッソの中間といった感じです。なお、注ぐお湯の量でコーヒーの濃さも調節できます。プッシュプレッソ専用のポッドは現在3種類発売されています。奈良の街を見渡しての山コーヒー、至福の一杯になりました。大和コーヒー、今回は春日山原始林を歩いて森林浴と山コーヒーを楽しみました。登山装備がなくても十分楽しめる初心者向けのルートで、子供連れでのハイキングコースとしてもおすすめです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。